30のと、取れちゃってるね、足が。奥のイン。見てみよう、今度は上か。わあ、なんかね、張り出してる感じが。わー、立派。うちは重要文化財、本堂。わー、立派。この木が赤くなるのかな。そうだね、真っ赤になるよね。10キロ。加熱軌道だんだん分かってきたな、俺も。鐘楼。鐘楼って読むの、それ。あら、開いてない。奥の院、150m だって。だったら行ってみようか。お前たちも。
直したんだね。角はな。新しくない。キッチンチックじゃない、昔は開いたりして、大昔の人、江戸時代とか書くの早かった。金付きの金、金もう吊るしてないんだ。
よいしょ。石垣も作り直したって感じ。あ、この上も本当はあるんだけど。から見ると明らかにこの正面の木が切り株に誰かが積み始めたんだろうけども、結構なバランスで乗ってるやつもあるね。これは明らかに食べれないような気がする。こんな黒い、何あれ、あれもキノコ。銀のテープが絡むのか。あ、灯籠が飛んでんだ。みんな積むからやんな。なにここは積むのが。ないの、瓦って書いてたから。あ、こんな書いてた。ちょっと積みすぎじゃない？木に負担じゃないですか。あ、お地蔵さんまで。あ、本当だ、サイの瓦って書いてある。だからみんな積んでんのか。
Thank you.